ノボチェルカースク市の紋章、ノボチェルカスクは、ロシア南部のロストフ州にある、産業都市。かつては、ドンコサック軍の首都であった。州とロストフなドヌの30キロメートル北東で、トゥズロフ川の右岸、アクサイ川が合流するところにあり、三方を川で囲まれている。モスクワとノボロシースクを結ぶ高速道路 M4、及びモスクワロストフなドヌ措置を結ぶ鉄道も通る。 人口は17万822人。市内へ向かう通りには、ナポレオンに対するコサックの勝利を記念する、外戦門があるコサック博物館のボチェルカスクは1805年、ナポレオン戦争で、ドンコサックを率いて戦ったロシア帝国の将軍で、頭ンのマトベイプラートフによって、ドン軍権の行政中心地として建設された。当時の中心地だったチェルカスクは、 ドン川の洪水に何度も苦しめられたため、住民は町を放棄せざるを得ず移転先を求めていた。ノボチェルカスクは、ロシア帝国内で大幅な自治を認められた、ドンコサックの首都かつ、最大の町として栄え、ドンコサックの頭んの宮殿、政府、裁判所などが所在した。1882年には37,091人の住民がおり、11の聖堂。 高校と女子校、劇場、個人、病院などが存在した。ノボチェルカススクには大きな死が立ち、穀物、ワイン、材木などの交易の中心地でもあった。またレンガ、小麦粉、ワイン醸造などの産業も19世紀末までには立ち上がった。ノボチェルカススクには聖教会の大主教区があり1904年には大聖堂が建てられた。 また、マトベイプラトフやイエルマークチモフェービチの銅像なども建てられた。ロシア革命後のロシア内戦では、ノボチェルカスクははじめ臨時政府から、ドン軍権を独立させたアタマンアレクセイカレイ人の指揮下にあり、ウクライナ人民共和国との統合を施行した、ドンコサックの強固な拠点であった。その後、ドン軍に代わって、ラーブル・コルニーロフや、ミハイル・アレクセイフが、 ロシア系の義勇軍を編成し、ノボチェルカスクをその根拠地とした。赤軍がノボチェルカスクから白軍を追放したのは1920年1月7日のことになる。第二次世界大戦では1942年7月24日に、ドイツ国防軍がノボチェルカススクを陥落させ、1943年2月13日まで占領していた。 1962年6月には、食料不足や、労働条件の悪さに橋を発した市民の暴動が起こった。機関車工場でのストライキに始まり、労働者らが、フルシチョフ書記長の肖像などを焼いて、賃料や配給の増加を求め、翌日には、工場から市街地へと放棄が拡大し、市等委員会などへ市民が乱入する騒ぎになった。 これはソビエト連邦下で起こった最大級の労働者放棄であった。しかし、ソ連軍によりデモ隊に対する射撃が行われるなど乱暴に鎮圧され多数の死者を出した。2005年には町の創立から200周年を記念して内戦時の赤コサック軍と白コサック軍の和解に捧げられた記念碑が建てられ、除幕式にはロマの府家からも出席者があった。 ノボチェルカススク大聖堂町の一番高いところには1890年から1905年にかけて建てられた大聖堂がある。これはロシア南部でも最初のコンクリート作りによる大規模な建築物でもあった。大聖堂前の広場にはイヴァン4世の命令でシベリア征服へ向かったコサックの狩猟、イエルマークの銅像がある。 ノボチェルカスクにあった頭んの宮殿は今も市内に建っている。ナポレオン戦争の後期に起こったライプツヒの戦いでフランス軍と戦ったコサック軍が1814年に外戦するのを記念して当時の市長が建てた2つの外戦門も現在まで残っている。ノボチェルカスクの最も大きな企業は機関車工場ネブスであり、 2006年には9900人の従業員を雇い年に260台の電気、機関車やディーゼル機関車などを生産した。また、グラファイト工場も町の大きな企業である。加えて、家具工場、食品工場など大きな工場が拠点多く。ノボチェルカスクの旗、ノボチェルカスクには多くの大学や研究機関が立地している。 その中でも有名なものに、南ロシア工科大学、軍電機通信大学、土地改良アカデミーなどがある。ありがとうございます。